ちゃんを見に行く。来た、来た、うわあ、もっと笑ってと、奥を。もうただ一人の推しの子でもいいんです。かわいすぎないか。ん、バチってる。キャットファイト熱いぞ、この泥棒猫。さあ、第2期制作決定ですよね。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは推しの子第11話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、推しの子ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第11話最終回ということで、さあさあ、新生 B 小町有馬かなをセンターにしたライブが始まるんじゃないかということで、今回注目していきたい。気合を入れて有馬かなちゃんに似せたヘアカラーにもしてきました。気合は十分やっていこうと思うわけなんですけれども、ちょっと違うな、かなちゃんとはちょっと違う気がする。はい、というわけで、でもとにかく自信を持ってほしい、僕はかなちゃんにっていう感じ。メム長のステージも楽しみだけど、かなちゃんが自信を持つ瞬間が見たいんだ僕は、という感じで追いかけていこうと思いますので、ぜひとも皆さん一緒に盛り上がって楽しんでやっていきましょう。はい、というわけで、やっていきます。はい、それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、オープニングありですね。ボン。さあ、完全にかなちゃん応援隊みたいになってる。メムチは頑張ってくれるはず。さあ、最後よ、本当に楽しみ。最後までオープニングを見せてくれるなんて、なんて贅沢なんだ。そう、たんたんと。さあ、行きましょう。蜜の味。さあ、かなちゃん頑張って。完全にさ、髪の毛の色を寄せたものの、なんか近いのか近くないのかっていう感じなの、本当に。なんか、令和最新版激安 K-POP アイドルみたいな髪の毛になってしまった。頑張っていこうと思います。好きにさせる。アイドル。さあ、行きましょう。新生 B 小町、レッツゴー。リグ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 リ、行きましょう。さて、さあ、アイドルフェス。あら、あら、あら、なんか、なんか、スターステージ、地獄。そうなの？あら、メムチョ、クソかわいいの、超かわいいの。お、知ってるのか、知ってるのか店長。まあ、もう本当に日記絶頂で、あ、そうか、この頃からの。いや、意思を継いでいる。打ち抜かれてくれ。っていうか、おし、やっていきましょう。手を叩いてしまった。僕も気合を入れてしまった。さあ、まあでもやっぱり名前に釣られてくる人は結構いるよね。さあ、なんだこの。メムチョー。さあ、かなちゃんも目立つ。赤。赤、黄。パイセン？白。
うん。あら。そんだけ特殊な。私はまだ無事です。オッケーオッケー。おう。あら。おお、なんだこれ。あら、あら、あら、この中のどこに俺がいるんだ。あ、これ真ん中が俺か。そうか、そうか、メムチョがアイドルやってる。すごいな、黄色率が。あら、あー、そんな俯瞰しないで。僕はカナちゃんを見に行く。なんか気づいた。うん。あら、ルビーも見て。嫁も3人さ、コッパって来た。きっと、あー、もう、もっと洗ってと。ああ、光ってる。さあ、おお、今の一瞬、あ、あら、赤を振っている。うわ、でもすごいな、すごいな。ダーティレイン、すごいかっこよかった。あ、でも白も、白もサイリンもあるじゃん。うわぁ、すごいな。でもうわぁ、もう上を、やばい、目がいるでしょ。あ、白いサイリウムが、白いサイリウム、うん、まあ、うわぁ、いていいよ。ほら、白いサイリウムが見えた。あ、アクア？アクア？さあ、これがですよ。おお、さあ、これが、これが伝統です。さあ、もう一人だけ動きが、あら、見てほしい人に見てもらえてる。あら、あら、あっちょ、うりゃ、ああ、もうどんなん輝いてる。輝いた。もうただ一人の推しの子でもいいんです。みんなのアイドルでも、あなただけのアイドルでもいいんです。ほら、もう完全に。でも、あ、そうなんだ。そりゃ撃たれてしまってるもん。これでも店長は、でもルビーに惹かれたでしょ。これ感度高い人はルビーにも反応してるわけですよ。アクア、ありがとう、最高すぎ。気づいてなかったんだ、あんだけ派手だったのに。そこに来てたんだっていうことか。さあ、みんな、いいですね。さて、
いやでもよかった。え、もっと見たかったな。なんかもうなんか20分ライブでよかったまである。まあ仕方ない。多分2期3期でがっつりライブするでしょう。1時間ぐらい僕はかじりつき、かぶりつきで見ます。さあ、かなちゃんとアクアの距離、なんか感じるものはあるんだろうな、お互い。あら、何それ。 M1 の初めて一番最初に出る人の基準点みたいな。仲悪いとかではないから多分大丈夫ね。はい。あら、ここで、あ、ここで、あら、あら、あら、かわいすぎないか、この子。この子、あ、わかった、矢印が。ほら、矢印、矢印、ビンビコビン。あ、気づいた、メムチョ、察しがいい。おもも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 、あ、ここが、すごい。かなんて察しがいいんだ、メムチョ。さすがに、さすが年の子。なんて可愛い顔するんですか。ほら、アクアにだけ見せる可愛い顔。メムチョ、いいね、メムチョ、新郎枠。なんていい子なんだ、なんて尊いんだ。あ、はい、次の仕事。なんだろう、え、キャスティングアクアワンツー、あ、そうか、忍び込む劇団に。さて、ここで、あら、すごいな。あら、なんか可愛すぎるな、この子。煽りまくってるな。あら、あら、やばい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 、黒く光ってる。さっきまであんだけ曇ってたのに、もうドピーカーに晴れてる。まあそうね。うん。ああ。あ、そうなんだ。さあ、どっちも応援、そうね、どっちも応援したいっていう気持ちが強いです。あ、はい。何？東京ブレイドって何？ん？漫画。
何シュプリームと東京ブレイド、あら、あーアイス、あーなるほど、うん、あーラララいの取り付け、おーで、アクアか、そうね、わ、でも確かにアクアおあつらえ向きだな、あーそうか、だからか、うん、さあ、この人はどうなんだろう、この人はでも関係なさそうだな、愛には。さあ東京ブレイナーナー、あ、やばい、こ、かわいすぎる、あら、部屋、髪型超かわいいね、例の件。さあ 2.5 次元ララライ、さあ何だっけ、座長か何かが関係してる、ワークショップ、でも今有名なんだよねララライって。うん、主催、主催気になる、あああら広いんじゃないの、あらかっけえ、いや、いいんですかそんな、そんないい役もらっていいの？うん。ああ、はいはいはい。ああ。あ、そうなんだ。あら、剣。あら、あ、え、あ、ちょっと待って、さ、あ、ちょ、なんでいるの、なん、あ、今合ってる気がするんだけど、今合ってる気がするんですけど、あの、すいません、あの、はい、ライバルが、バチってる、あー、あ、終わり、怖っ、え、やば、え、え、やばい、バチってる、怖い怖い、あー、いいですね、も、いや、もうこのキャットファイト熱いぞ、この泥棒猫いいですね。さて、え、そんなバチバチ舞台バトル、すごいな。さて、あかねちゃんからこんなバチってる、え、これあかねちゃんも単行部だと思ってる感じかな、同い年。
うん、あ、これお互い単行部だ。あー、なるほど。やばいな。同世代じゃなくてよかったな。あー、努力のひ、や、マジ？こんな、あやばい、修羅に、すごいな。すごいな、本当にえぐいな、えぐいことするな。すごいな。なんか本当になんか与那木圭 VS 桃城千代子みたいになっていくんだけど。さて、あれ、これあのなんだっけ、京アマの子、そ、なんか、あ、イケメンがいる。さて、これは、あ、あ、漫画か。あー、かわいい、メメチョかわいい、爪かわいい、超かわいい、メメチョ。やばい、投げ銭がしたい。広告収入で投げ銭をしようかな、メメチョにみたいな、そういうことも思ってしまうし、ルビー。うーん、愛に見、でもこの姿愛に見せたいな。見せ、そうだよね。どこにいるんだろう、芸能界。ふんぞり返ってるのかな、修羅に。あ、とはいえやっぱりアクアの目には愛しか映ってないな。お、特殊エンド。ああ、さあさあ、この翼、なんかこの翼のメム長なんかで見たことある気がする。俺ちょっとメフィストの MV 見てないけど、メフィストの MV に使われたイラストかなんかなのかな。あの翼の面めっちゃ見たことあるぞ、なんかで。なんかで見たのかな。わー、さあ気になる。この感じだと2期あるでしょ。さあ、まあでも この盛り上がりで2期ないって言ったら、もうなんかもう笑えてくるような、もう意味が分かんなくて。さあ、問題は2期があるとしていつかだよね。まあ特にやっぱり物語的な動きはないわけだよな。物語的っていうか、アクア軸のあれは特にまだ動いてない。ここでやっと見えてくるかもしれない。尻尾が。さて。ちょっと、開幕のライブから盛り上がり、速報！あ、なにこれ？止められない。あー、この！うわー、すごい、名シーンだらけ。うりゃ、おい、うりゃ、おい。アクアいつもおたけをやってるな。さあ、いいなあ、いいなあ、推しの子。さあ、第2期制作決定ですよね。もういいね、舞台バトル見ていいんじゃないですか。
いというわけで見終わったわけなんですけれども、素晴らしいでございます。2期そりゃやるよねっていうような形ではあるわけなんですけれども、さあいつやるかですよ。問題はもう明日からかな、次、やばい、あー次回かな、次のクールかな、いやーやばい、スケジュールも更新しなきゃいけないぜっていうような感じではあるわけなんですけれども、さあいつやるんだろう、すごい気になりますね。多分来年の頭にはやらないとどんどん風化しちゃうんじゃないかなっていう雰囲気は若干感じなくもないんだけど、いいですね。まあアクアジクの物語はやっぱりララライに犯人がいるかもしんねえぜみたいなところで止まったわけなんだけど、役者っぽいな、犯人役者だな、多分この感じだと役者か、まあなんか若手アイドルだろうみたいなことを思ったんだけど、まあそうなのかなっていうふうに思うけど、いやいいな、なんかいろいろと語りたい場面があるな、どうなんだろう。まあでもなんか2期からもっともっとアクアジクの話が進んでいきそうですね、犯人探しについての話がね。いやーよかった。でもなんかさ、開幕さすごいとんでもないライブを見せられちゃったから、常にバイブスが上向きでしたね。結構シリアスだしやったような気がするんですけれども、どんどん僕のテンションは下がることを知らなかったっていうような感じではある。いいな、バチバチだな、やばいな、いやいいな、いやあかねくんバーサスかなちゃんはバチバチであちいなっていうところではあるんだけど、まあでもなんか負けないっていう感じはするけど、でもどうなんだろうね、勝ち負けっていうのはあるのかなっていうところであるんだけど、どうやって勝ち負けをつけるかっていう風になっていくと思うんですけど、この感じだと多分僕の予想だと多分上がってないんだろうな、脚本はまだ上がってない。二人の出来でどっちをヒロインにするか決めるよみたいな流れが若干あったりなかったりする。さあ私は負けないわよ、さあアクアをプロファイリングしちゃおうかな、あーみたいな感じで犯人に近づく的な展開がワンチャンあったりなかったりするのかなっていう風に思うんだけど、あーいやいいな、えげつないな、バチバチなわけだな。まあでもなんか才能のベクトルの違いだよな、どっちも天才ではあるけど、なんかやれって言われたことを完璧にこなせるね、何才能を持っているかなちゃんと、なんか自分なりに解釈してやるべきことをできるっていうあかねちゃんっていうところ、そこのやっぱり差だよね。なんかやっなんて言ったらいいんだろう、なんかでも才能のベクトルが違うにしろ、まあ磨いてきた武器と今まで持っている武器で勝負し合っているっていう感じなんだろうな。いいですね、いいんじゃないですか。舞台演技バトル、まるで羅刹尿に出てきたあの夜凪圭 VS 桃城千代子のようなバチバチのバトルを僕は期待したい。若干アクタージュを重ねてしまっている節はあるんですけれども、演技というところならこれは楽しみで仕方ないというところではあるんですけど、さあララライにいるっていうところではあるんだけど、まあララライの主催とアクアはまだ会ってないんだよな、会って欲しかったなと思うわけなんですけれども、どうなんでしょうね。まあなんかアイドル軸の話と演技軸の話が同時進行してるから、かなちゃんがマジで過労死するんじゃないかっていう感じがするんですけど、不安ですね。ただなんかもうねえ、もうライブの時の独白もそうだけど、必要とされるなら私はやるよっていうところだから、多分アイドルも女優も両立できちゃうんだろうな。かなちゃんはそういうところがすごいんだろうなっていうところ、言っちゃうと、でもかなちゃんって正直アイドル向きなんだろうな。なんかね、女優方面の才能を持ってるのはあかねちゃんだけど、やっぱりタレントとかアイドル的な才能を持ってるのはかなちゃんっぽいよな。なんか求められてることに対しての答えの出し方がすごい早いというか、なんかやっぱりね、なんだろう、求められてることに対してすごい真摯に向き合うし、なんか求められてることならどんなことでもやるよみたいな覚悟を持っている分、やっぱりかなちゃんは強いよなっていう風に思うし、それとやっぱり自分のやりたいことが合致した時の破壊力の高さっていうのはえぐいよね。みんながこう見てくれるアイドルになりたい、ならなきゃいけないと思いながら、そうやって演技を一つも自分の中で私はアクアの推しの子になるんだよっていう風に決意した時のこの掛け算のやばさですよ。やばいな、また推しの子タイトル回収ワンツーチェック、ベイベーみたいな感じになってしまって、ちょっとマジでテンションぶち上がりだったんだけど、いやいいですね。でもなんかあかねちゃんとの仕事上の交際だよみたいなことを分かった瞬間に、なんかテンションが上がるかなちゃんのこのなんか分かりやすさはいいよね。それでいてメムチョは本当にあかねくんも応援したくなるからこそ、あかねくんみたいな感じになってるからこそ、どっちも応援したくなる。でもそこで切ないのは、二人とも見られてないんだよな、ぶっちゃけ。二人とも大切な存在だと思ってると思うんだよ。まあ、あかねくんはまだわかんないけど、少なくともかなちゃんは結構大切な存在だなっていう風に思ってくれてると思うんだよね。ただ、やっぱり、アクアの中で一番でかいのはやっぱり愛なんだよね。なんか、ね、メムチョはこの三角関係になっているような雰囲気もあるんだけど、やっぱり、
ね、なってないんだよね、アクア視点だと。三角関係にすらならないんだよな。だって、アクアがだって振り向かないんだもん、二人に。だって、愛しか見てないから。いやー、でもなんかそこでさ、やっぱり恐ろしいところは、こっから先巻き込んじゃいけないってアクアが思わないところがまた恐ろしいよね。なんかこう見てると。多分、アカネくんを巻き込んでも、やっぱり犯人をやってやるっていう風に思ってるんだなっていうのは、なんか最後の独白を見て感じたよね。アカネくんを巻き込むことも何を巻き込むことも厭わないっていうような雰囲気を若干感じた。今、この段階はいいように進んでいる。さあ、あとはアクアじゃねえわ。かなちゃんだったり、アカネちゃんだったりを利用してどんどん犯人に近づいていく必要があるなっていう風に計画を立ててるんだろうなって思うと、やっぱりちょっとこの作品のシリアス部分はやっぱり拭えないところではあるよね。なんかやっぱり芸能ラブコメ感は出ているんだけど、なんかやっぱりそれとはまた別のベクトルで物語が動いてるから、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていうような雰囲気はあるし、いやでもライブ演出半端ないな。このカメラの動きよ、マジパないし、なんかこうさ、もう表情一つでさ、伝えるこのさ、ルビーの破壊力。もうさ、かなちゃんがさ、どん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 落ちて、こう、ぐーってなってるところを、ルビーはパチンと感じて、こうやって笑顔を、かなちゃんに見せることにより、もうなんか、笑って笑うんだよ、お客さん見てっていう風に、こう、誘導する。やっぱり輝くのはこんな人なんだろうなって、客席を見た瞬間に、とんでもないおたげをかましてくれたアクアがいました。ああ、私の推しの子、アクア。私を推してよ、アクア。みたいな流れになっているというのは、とても素晴らしい流れなんじゃないかな、という風に思っております、私。っていう感じではあるんですけど、いいな、素晴らしいなというところで、さあ2期はあかねくん VS かなちゃんのバチバチ展開、超熱いというところで、もうすぐ向かった、すぐアクアの元に向かうかなちゃん、私がアクアの彼女になってみせるのよ、という風なもう意思表示、宣告、宣布告に聞こえました。私でもやっぱりあかねくんもやっぱり目の上の単行部だったわけだよね。完全に同世代だったからこそ、やばいやばいやばいという感じです。やばいですね。同世代じゃなくてよかったな。同世代でも気にしないよ。そういう風なアンサーを僕は待っているみたいなところではあるんですけど、いいですね、いいですね。二人とも目の上の単行部でバチバチに演技の上で殴り合う、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。超熱い演技バトルキャットファイトを僕は楽しみにしておりますので、2期もぜひともできる限り早く制作していただきたいなと思っておりますので、ぜひとも皆さん一緒にこれから2期が来たら楽しんでいただけたらと思います。2期になったら推理もどん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 はかどっていくんじゃないかなという風に僕も思ってますのでね。さあ、まあ9話で止まっているアクア軸の流れなんですけれども、さあワークショップで誰と出会ったのか、2期で明らかになっていくことを期待したいと思います。僕もね、演劇のワークショップ行ったんですけどね、まああそこはね、美男美女のオンパレードでした。とんでもなかったよ、本当に。そりゃ恋するわ愛みたいな感じではありました。はい、というわけでいろいろと学びながらも、推しの子をすごい楽しみました。いやでも本当にヤバかったね、推しの子ね。めちゃくちゃ喋っちゃって申し訳ないんだけど、いや本当にヤバかったな、正直ね、推しの子ね。てかね、これちょっと正直な話、今しとくわ、ちょっと。正直な話ね、推しの子はね、そんな面白くないと思ってたんですよね、これ、正直な話ね。これね、僕、生配信とかで何度か言ったと思うんだけど、僕、推しの子ガチアンチだったのよ、本当に。マジで推しの子は、絶対、騙されてるだけだと思ってたの、本当に。もうね、聴衆が赤坂赤さんっていうネームバリューに騙されてるだけだと思ってたの、本当に。だってさ、かぐや様だよ。かぐや様と同時に連載してたじゃん。そんなんが面白いわけないんだよ。なんか、一つ本業やっててサブでやるみたいな感じならまだしも、なんかさ、もう漫画描きながら原作やって、違う話の原作やってなんて面白くなるはずがないと思ってたの、正直。だからこそ二足のわらじをやってなんかマルチアピールしている、なんか赤坂赤さんどうなのって思ってたの。なんか僕はね、僕はね、これは個人的な意見だけど、いやこれはマジでやばいな、本当に。このさ、かぐや様とかを描きながらこのなんか話のクオリティというかさ、なんかこうオタクの話を、オタクの心をグッて掴むストーリーを書く赤坂赤さんってやっぱりバケモンっすね。本当に。あの人二人いるんじゃないか、二人いるんじゃないか、ちょっとなんか信じられなくなってきた。僕、二足のわらじが本当に許せないというかさ、なんかあれやってこれやってでなんかうまくいってる人をなんか信じたくないっていうのもあるけど、あんまり僕、だから本当に推しの子は絶対片手間だろうなって思ってて、でなんかやっぱりかぐや様バリューで、やっぱり赤坂赤さんが好きな人、赤坂赤先生が好きな人が持ち上げてるだけだと思ったの。なんか本当にネームバリューに騙されてる人たちが多い作品だなっていう風に思ってたろ。だけどこれは本当に
あの覆します。本当に申し訳ございませんでした。本当に何度も何度も僕はなんかもうなんか僕はバズってる作品を舐める傾向にあるな。あ、本当に良くないですね。本当にうがった見方で見すぎましたね、マジで。うん、いやーでも面白かった、推しの子マジで。11話、この11話でこの密度よね。なんか捨てるべき話がない気がする。なんかどの話を切り取ってもどの話も重要ってところだから、いやーすごいな。なんかこれを書き上げる、なんか漫画も原作も、もうもちろんのこと素晴らしいんだろうなって思うけど、これを見事に調理しきる、やっぱり次が気になるように引いたりだとか、こう、グググって持って、こう、なんかこう、アニメでも完成度高く、こう、なんだろう、調理する、もうアニメーターさんの素晴らしさっていうのもまた感じてしまいましたね。うん、喋りすぎですね。はい、というわけで、まあ、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。多分、感想もまた別で切り抜き投稿みたいな感じになってると思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、というわけで、なんか次回ないわ。あー、2期いつですか ?2期の発表を待ちながら2期になったら一緒に楽しみましょう。推しの子から見てくれた方も他にもリアクション作品いろいろと取り揃えておりますのでよろしくお願いしますというような感じですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、推しの子第11話でした。バイバイ。